はじめまして、はい、聞こえますか。あ、はじめまして、こんばんは。こんばんは。はい、今日はあの、僕車の中なんですけど、はい、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あの、顔ちゃんと見えてますんで大丈夫です。あ、見えてますか。はい、すいません。はい、よろしくお願いします。今日は貴重な時間取ってもらって、どうもすいません、ありがとうございました。いいね、こちらこそ。はい、よろしくお願いします。はい、沖縄の、はい、今回その全国出るのは初めてなんですか。50代は初めてって聞きました。はい、はい、40代は結構ね、沖縄は強いですよね、はい、去年ね、40代、ね、40代の、ね、九州大会も優勝してたでしょ、はい、11月にあった九州大会で、そう聞きましたね。鹿児島のね、星ヶ峰さんが、僕ちょっと知り合おって聞いてたら、なんか沖縄にやられましたとか言ってたんで、沖縄強いなと思って。ああ、はいはい、ありがとうございます。ちょっとあれですね、また沖縄旋風を今回の全国大会もなんか起こしてくれそうな。はい、頑張ります。はい、はい、そしたら早速ね、ちょっと質問の方さして。はい、本さんも来るんですか。あ、僕は僕は日曜日と月曜日に行きます。はいはい、2日間行きます。あー、現地でお会いできますね。はい、ちょっとご挨拶、行かしてもらいますんで、よろしくお願いします。 OK です。はい、早速なんですけど、チームの成り立ちというか、チームにはどんな選手が集まってますか。はい、僕も今年の2月から合流したばかりで、はいはいはい、そんなにチームのこと詳しくはないんですけど、はいはい、社会人の九州リーグでもやってる伝統ある海王クラブっていうクラブで、はい、はい、それで今回オーバー50、3年前ぐらいですかね、オーバー50の海王クラブっていうのを作ったらしくて、はい、はい、そのクラブに僕も今年から参加させてもらってるんですよ。はい、はい、それで、そうですね、クラブのことはそんなに詳しくないんですよ、実は。はいはい、まあでもほんなら、そういう解放クラブの人が上がってきたっていう感じですか。はい、そうですね、多分そうだと思います。はい、ありがとうございます。はい、次に、はい、チームのね、この人はちょっと隠しときたいなっていうのはあれなんですけど、チームの注目選手みたいな人がいれば。はい、あ、はい、背番号10番つけてる、はいはい、名前なんでしたかね、銀ちゃんってあだ名でしか呼んでないんですけど、はいはい、はい、トップセンターフォワードやってる銀ちゃんっていう10番の選手がいるんですけど、そこはちょっと注目選手ですね。はい、ありがとうございます。そしたら、はい、他のチームと比べてね、ここが沖縄さん の、 ストロングポイントみたいな、こういうところがうちのチームの強みですっていうのがあったら、まあ、仲がいいとか、そのあんなんでもいいんですけど。はい、はい、ですね、沖縄のチームは、走りには自信があるんですよ。はいはい、で前からどんどんプレスかけて最後まで走ります、沖縄チームは。はい、はい、それが強みだと思ってます。ありがとうございます。はい、僕もね、沖縄さんに友達とか、まあ何人かいてるんですけども、はい、初めてね、まあ、これ今ちょっと関係ない話してるんですけど、見えます？こんな名前で、はい、初めて見た時にね、
はいはい、キア僕ら、はい、キアブとかキアタケとかっていう読み方してたんですけど、はい、なんていうもんって言うたらキャンですとか言われて、はいはい、これでキャンって読むのみたいなんで、すごくなんか沖、はいはい、沖縄の人の名前でこう、はいはい、難しすぎるわとか言うてね、結構あの ね、 ね、はい、こういうちょっともう内地の方にはよく難しい、はいはい、たくさんありますね。ねえ、菊村さんも内地じゃないちなんですか、ずっと。はい。はい、なんかあのフェイスブック、僕は沖縄本島から、はいはい、はい、あの離島にまた久米島っていう離島があるんですけど、はいはいはい、はい、その久米島、親が久米島出身なんですよ。はい、はい、で僕は本島育ち、沖縄本島育ちなんですけど、はいはい、なんかあのフェイスブック見とったら、あの娘さんが髪の毛をあの寄付して、あ、はいはい、そうですね、ね、はいはい、すごいなんかね、はい、そういうこう、はい、すごい、あ、いいあれやなと思ってちょっと読ませてもらってたんですけどね、はい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 、女の子とかね、やっぱ髪の毛って大事じゃないですかね。そうですね、はいはい、あれはあれなんですか、こうもう自分からやりますみたいな感じだったんですか。そうですね、あの僕サッカースクールやってるんですけど、はいはいはい、はい、それでその 生徒の中でちょっとあの病気がちで髪の毛が薄い子がいて、はいはい、僕の娘がその子を見て、こういう理由で髪の毛が今ないんだよっていう話を聞いた時に、はい、うん、なんとか自分の髪の毛伸ばして寄付したいっていう話が出たんで、はいはい、それであのヘアドネーションっていうものがあるよっていうことを話したら、ぜひそれをやりたいってことで、素晴らしいですよね、本当にね、はいはい、やったんですよ、はい、ね、あのやっぱりそういうあのサッカーを通じてこう、はい、いろんなね、あのつながりができたりとか、あのね、あのいろんなことをこう感じれる、子供としてね、こう感じれたりとかっていうのはすごいいいことですよね。はいはい、はい、そうですね、はい、ちょっとね、また質問の方に戻るんですけども、あのまあ、はい、今年から入りはったんですよね。そうですね、はい、今年から、まあ、まだそんなにあの立ってないかも分かんないんですけども、あの、まあ、チームがこう、はい、なんていうんですかね、こう まとまるためにね、ちょっとみんなでこういうとこは困ってるなとか、はい、もうちょっとこういうところを工夫せな一つにならないなとかっていうような、あの、まあ、苦労してることってありますか。ありますね、僕らあのちょうど47年生、はい、あの今回、今年の2月から11人入ってきたんですよ。はいはいはい、はい、それで総勢今25人ぐらいいるんですけど、はい、やっぱりまだ先輩方と僕らの間にちょっとあの、まあ、コミュニケーション不足もあって、はいはいはい、お互いまだあの言いたいことが言い合えるまだ関係ではまだないんですよ。はいはいはい、まあ、まだ3ヶ月ぐらい立ってない、はい、ちょっと遠慮する部分もあるって感じですね、はい、それでまあそうですね、はい、ありがとうございます、はい、それでまあ、はい、全国大会まであと1ヶ月あるんで、はい、はい、まあその一回、うん、その部分はもっと、はい、あの詰めていきたいなと思ってます、コミュニケーション、はい、ありがとうございます。そしたら、次なんですけども、シニアのサッカーをしててね、はい、あのすごくあの、まあ、自分が充実してるなって感じることってありますか。そうですね、やっぱりこの、まあ、若い時にしかできないと思ってたんですけど、はい、
50になってもこういうね、みんなが熱くなれる大会ってまだあるんだなと思って、九州大会さんって本当に聞きました。はい、ありがとうございます。最後なんですけども、まあ、今後ね、まあ、はい、シニアサッカーを発展ね、こうさせていくのにあたって、まあ、まあ、はい、沖縄さんやったら沖縄さんで、まあ、どういうふうな、こうことをこうやっていきたいなとか、そういう何か考えとかあったら教えていただきたいんですけども。そうですね。もっと内地の方とか行けたら、はい、はい、まあ離島とかもそうなんですけど、もっと いろんな県に行って交流とかたくさんしたいですね。はい、ありがとうございます。はい、質問としたらね、まあ、これで終わりなんですけども、今日はどうもありがとうございました。はい、はい、こちらこそありがとうございます。はい、すいません、失礼します。はい、失礼します。